ヨーガナレーンドラマラダヨーガナレーンドラマラダは、ネパール、パタンマンラ町の君主。ヨーガナレーンドラマーダ1685年、と、シュリーニバーサマッダが上位したため、18歳のヨーガナレーンドラが即位した。ヨーガナレーンドラの知性、友好国であったコルカ王国のプリトビパティシャファが1686年に、カトマンズに赴き、カトマンズ王、パールティベエンドラマッかラ。 バクタプルをジターミトラマッラと談合した。このため、ヨーガナレーンドラはパターンは孤立した。だが、カトマンズがバクタプルと不仲になると、1688年にカトマンズと同盟し、バクタプルを包囲した。だが、バクタプルを包囲している者が何もないと、バクタプルと組んで、1689年には共にカトマンズを攻撃した。このように、 ヨーガナレインドラは作謀の天才であり、目まぐるしく相手を変え、孤立してもそれを乗り切った。一方、カトマンズは孤立の上正常不安も相まったため、ヨーガナレインドラに要請し、1697年から1698年にかけてパターン、バクタプル、カトマンズとの間に3という交渉約が締結された。だが、1698年末にバクタプルを、 ブーパティンドラマンダの王帝がバクタプルからカトマンズに逃げ、カトマンズがそれをかくまったことでこれは崩壊した。ヨーガナレインドラはバクタプルが弱いとみてバクタプルの支配を試みた。だが、ブーパティンドラは外交手腕に長けており、カトマンズ盆違いの勢力であるゴルカ王国、タナフン製な王国、マクアンプル製な王国を味方につけ、三国の支持を背景に逆に、 ヨーガナレエンドラに圧力をかけた。その結果、1701年にバクタプルは友好条約を強要し、パターンもこれに応じた。だが、1705年にヨーガナレエンドラ王はカトマンズと組み、バクタプル領へと進撃した。ヨーガナレエンドラはチャングに滞在して、バクタプルの攻撃を準備したが、カトマンズに離反されたバクタプルは勝ち目がないと判断し、資格を送った。 この資格は、ヨーガナレーエンドラのタバコに毒を仕込み、そのため王はあっけなく死んだ。ヨーガナレーエンドラの死後、パッタン軍は自国に引き上げた。同時に、後継者も問題が浮上したが、結局王の外村廊カプラカーシャマッダが王となった。ありがとうございます。